巨人ファン解散、采配以前の問題、赤星が悪い、丸上がってきてるよな。やっぱ丸は良い、坂本はダメ、きっちり1勝2敗ペースうんざり。いい加減にお城使うのやめてほしい、打てない打たれる小林使ってほしいわ。赤星2軍確定な。巨人と中日が覇権争いを繰り広げたあの頃のセリーグが帰ってきたんやな。中山得点圏で引っ張りの長打、吉川には絶対にできない。何もかもうまく回らない、まだ4月でよかったねとだけ。中山あの粘り見たら使いたくなるわ。とりあえず中山は固定しろよ、吉川なんて見たくない。感動したお前ら許可すが再開にふさわしいよ。三振取れへんピッチャーがいかにクソかってことが分かったわ。割と希望の星の田中まで壊されそうやな。先週と比べたらまあ満足やろ。中日相手だから打てたとかは考えないものとする。現状セリーグ最弱都合が勝てなきゃ大型連敗もある。また負けたんか、テレビ中継もないし。なんだよ今日は初回の運がなさすぎたわ。しゃあない、飛んだ打球がことごとく野手のいないとこに行ったし、三振取れ言われたらそれまでやが。もう坂本と丸並べるのやめろよ。寒くなってくるわ。2軍から誰か連れてこい。ご視聴ありがとうございました。